おはようございます。おはようござい風音でます。す。今朝は、京都の東福寺に来ております。この東福寺は紅葉スポットとしてとても有名で、日中は観光バスがたくさん乗り入れまして、大勢の方がいらっしゃいますけども、今日は早朝の6時にやってきました。で、早朝の6時に行きますと、この通り、人もほとんどまばらで、落ち着いて紅葉を楽しめることができます。そして現在の紅葉はこのような通りです。だいたい、6分ぐらいでしょうか。だいたいピークが11月の終わりから12月初旬ですので、これから見ごろを迎えます。この東福寺から風鈴ハウスまで車で5分で行ける場所になります。ですから本当にとても近いお寺なんですけども、特にこのシーズンだけは観光の人がたくさんいらっしゃいまして、にぎわっております。普段は月1回座禅の会とかもありますけども、とても静かなお寺なんですが、やはり京都でも1位2位を争う紅葉スポットということで、たくさんの方が日本各地からいらっしゃるようです。あちらに見えますのが、通天橋になります。ドラマのロケとかテレビの、ニュースとかで、ね、よく紹介される場所ですけども、通天橋は9時から入ることができますので、今日はこの反対側から来て、眺めております。そしてこの下には沢が流れておりまして、マイナスイオンがたっぷり、本当に心地いい時間を過ごすことができます。で、今清水寺の紅葉ライトアップに合わせましてイベントを行っておりますけども、12月の最初の第1日曜日まで紅葉ライトアップがやってますから、それに合わせて風鈴ハウスの演奏と夜の紅葉ライトアップ、そして早朝の東福寺紅葉散策、このあと泉涌寺に移動しまして、湧き水を、皆さんで飲む予定となっています。はい、ということで、今日は、朝6時から東福寺に来まして、紅葉の中継を行いました。生ではありません。はい、ありがとうございます。やさか、やさか。